レース2乗戦1着になりました京都の的場選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。すごく強かったんですけど。そうですね、もうやっぱり風を、まあ、この台風来てる中一番風切って先行するっていう気持ちは強くありました。あ、メンバー的にもまあ先行するなら、まあ、北鶴さんか的場選手かなと思ったんですけど、やっぱり3者っていうのもあって、はい、今日は風を切るっていう。そうですね、まあ、しっかりレースの流れで叩くところはしっかり叩いて、まあ、出し惜しみせずに足を余さず使うっていうのができたかなと思います。実際先行して、まあ、南選手を振り切って押し切ったわけですけども、ご自身の状態としてはどうでしょうか。まあ、悪くないですね、しっかり、はい、力出せてると思います。まあ、初日がお休みで 3走連続になってますけども、その後に疲労感っていうのはあったりしますか。まあ、普段通り練習をしてきたので、まあ大丈夫ですね、はい、しっかりできてると思います。はい、まあ、昨日もまくりを押し切って、まあ、ここ好調ですけども、何か この G1 に向けての取り組みとかっていうのはあったりしましたでしょうか。まあ、練習は普段通りしたんですけども、やっぱり F1 でも記念でも一層一層こう G1 で戦うに向けてっていう課題を作っていってできたのが、こういう2次予選でいいレースできたかなと思います。わかりました。はい、この後、まあ、準決勝スタートになりますけど、何かセッティングを変えたり、もしくはケア中心にっていうのはありますでしょうか。そうですね、体しっかり休めて、まあ、集中力切らさずを第一にして準決勝勝負しに行きたいと思います。わかりました。はい、では最後に意気込みをお願いします。しっかり準決勝頑張ります。応援よろしくお願いします。